本日後半の小島先生の座長、えー、を伝えます東京農工大の寺と申しますよろしくお願いしますえっと小島先生のご活躍の先生は、ね、非常に光明なので簡単に、えー、ご紹介いたしますとで2014年に東京大学薬学系研究科で、えー、博士を修了されまして でその後、すぐに、スイス連邦工科大学チュリッヒ校、エテハー中理ヒですね。こちら、バーゼル校の方で、議なスピオジュのところで博士研究員を3年されました。で、その間は、ヒューマンフロンティアサイエンスプログラムの長期フェローシップで滞在中、されていました。私もちょうどこの頃にですね、私はチュリッヒ大学の方にいまして、で、小島さんとよく、あの、日本人の集まりとかで集まって、えー、飲んだりとかしていました。で小島先生、奥様は、あの、音楽家の 方で奥様の音楽会のところに行くと、小島さんもいてで、その時にはまあ、音楽の話、そっちのけでまあ、なんか？あの科学の話を聞いてすごい。楽しかったものではあります。はいで、その後2017年に東大に戻ってらっしゃって、そこからは兼任で先駆け研究員を務められています。で2022年に今の准教授にえ承認されていらっしゃるということです。 では、あの、小島先生、あの、とても楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。寺先生、過分な紹介ありがとうございます。東京大学大学院学研究科の小島先生、よろしくお願いします。本日は、えー、合成生物学的手法による細胞外症法の包括的理解と発展的利用というお話をさせていただきます。小島先生ががっつり科学の話をされた後に、まあ、かなり 構造式はほとんど出てこないバイオテクノロジーの話になるので、まあ、かなり面からの方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、こういう研究もあるのかという感じで気軽に聞いていただけると大変好新です。えっと、自己紹介のスライド用意したんですけれども、寺先生の方を紹介いただいたので、まあカットしても良さそうなんですけれども、まあ一応用意したのでお話させていただきますと、東大の役部を卒業して、まあその後に、まあ、えー 学級研究科でそのまま進学しまして、長野先生、浦野先生の指導のもと、ケミカルバイオロジー研究に従事しまして、学級を取得しました。その後、スイスに。 留学しまして、2017年に帰国、えー、しまして、まあ、そこから、えー、先駆けや総合研究支援事業に、えー、サポートいただきながら研究を遂行しております。まあ、あの生態関連科学のシンポの講演会ですので、まあまあ、な,なぜこういったそのバイオテクノロジーの関係の研究にその入るに至ったかというところの、まあ、経緯についてもちょっと簡単にお話しさせていただこうと思います。で学位を取るまでの,の,、ま、の,の PHD の研究はかなり私もその化学をメインに行っておりまして、そこでやっていたことというのは、例えば、えーまあえー、生理活性分子を検出するような生物発光 プローブといっったたものを作っておりましたこちらは一酸化窒素を検出して、まあ、初めて光るようになるホタルルシェリのプローブですとか高い活性を持つ、えー、リアクティブオクシェンスピーシーズをと反応して、まあ、光るようになる分子を作って、まあ、美容でイメージングをするといったことをやっていました。ま,あ、またこの他にもです、ねまあえーまあ、光増感剤のように光を当てると、まあ、細胞を殺したりですとか、まあ、何か生理活性分子を放出するような形状化合物のような、まあ、こういった機能性分子を 冷気口が届かない生態深部で利用させる、するために生物発光のエネルギーを利用できないかといったような研究も行っておりました。こういったまあ科学をまあベースとした研究を行っていたんですけれども、まあ、その科学にとってこれから何をやっていこうかということを考えたときに、まあ、私、まあ、薬学部出身ということもあり、まあ、またその科学をベースにしたものづくりをやっていたということもありまして、世、ま、代、あ、医療を確信するものづくりをまあ引き続き続けたいなと思っていたんですけれども、まあ、今後その今治療できないようなまあ疾患を治療していくには、まあ、複雑な生態システム システムをコントロールする新しい手法を作る必要があるだろうということを考えたときに、小分子をいじっているだけでは結構できないことがたくさんあるんじゃないかということを思い始めました。実際、その学位の研究でも、レッシュラーズとかを少しいじったりしていたんですけども、そういったものを組み合わせていろいろ使うとこれから新しい道が開けるんじゃないかということを考えるに至ったわけです。特にその中でも、そのポスドクに行くにあたっては、より複雑なタスクを行える、その細胞といったものをいのままにエンジニアリングできると面白いことができるんじゃないかということを考えました。すなわちですね ま、機能性分子というのは、パーツをいろんな有機化合物を組み合わせて、こういった機能性分子を作ってきたわけですけれども、少し、え、え、高次なものをパーツにして、例えば DNA や RNA や、ま、機能性のタンパク質といったものをパーツにして、 ま、例えば疾患マーカーをセンスしたときに何かアクションを起こすような細胞を作るとか、まあ、そういった形で、えー、細胞機能化するっていうことができると面白いかなというふうに、えー、考えたわけです。まあ、よくその有機合成化学をその小分子をパーツにして何か組み上げるという話で出てきて、まあ、それと対比される形で生体分子をパーツにして何か機能のあるものを使う、まあ、作る合成生物学という形で、えー、よく紹介されることがありますけれども、まあ、私としてはですね、まあ、パーツが違うだけで、その哲学的にはかなり近いフィロソフィーで研究を遂行できるんじゃないかというふうに思っていまして、 まあこれ両輪を組み合わせて何か面白いことが最終的にはできればなといったってことを考えています。えー、特にボス属時代に行ってきたことっていうのは、まあ細胞を改造して、まあデザイナーセルといったものを作って、まあ、細胞間コミュニケーションを特にコントロールするような手法というものを作ってきました。まあ例えば特定の細胞を接触して自分の遺伝子発見を変えて何かアクションを起こす細胞ですとか、特定の細胞に接触してその中から、中にその侵入して内側から食い破るようなトロイの木馬のような細胞を作るですとか、また遠隔の細胞に何かメッセージを届けてそこでアクションを起こすために、 細胞外商法を利用するといった、こういったことを考えて行ってきました。で、現在、この研究を発展させる形で研究を展開しておりまして、本日の主な内容となっております。あの、今も引き続き、その、ケミストリーとバイオロジーの融合といったケミカルバイオロジー研究も続けてはいるんですけれども、本日、その、ABC 法のお話をいただいたときに、この合成生物学系のお話をということでお話いただいたので、今回はこのようなお話をさせていただきます。で、メインのトピックスとしては2つありまして、まあ、細胞外商法の発展的利用を可能にする技術と、まあ、細胞 外症法の包括的理解を可能にする技術という、まあ、この2つをについて紹介したいと思います。その順番としては、まあ、理解してから使うんじゃないのっていうふうに、えー、思われるかもしれなくて、まあ、実際はそうなんですけれども、私がその研究に入った流れとしては、まあ、何か細胞外症法を使えないかっていうふうに、いろいろいじくり回していると、まあ、これもっとちゃんと使うには理解しなければいけないなということで、細胞外症法をいじることで理解するといったような研究に舵を切ってきたので、その研究を行った流れに沿って、 お話しさせていただいていきたいと思います。ただ前半のお話はもうすでにだいぶ前にえと発表したお話ですので、簡単に流して、最近行ってきた2番のお話をメインにお話しできればと考えております。では最初の方から始めます。まずちょっとその細胞外商法の,そのターミングについてだけちょっと最初にお話しておきたいんですけれども、細胞はこういった直径100ナノメーター程度の小さい商法っというのはたくさん出すということが知られていて、スモール EV というふうにまあ総称されますけれども、その中でもマルチベーシックラボリといったまあその細胞内の特定の食感が出てくるものが、ま、あ エクソソームといった形で、まあ、よく呼ばれます。まあ、ただ、この言葉の、えー、とスモール EV とエクソソームって結構混同して使われることも多くてですね、今回の発表では、特にそのこのは、えー、論文を発表したときにそのままエクソソームという名前で使っていたので、この前半では特にそのエクソソームといったからといって、まあ、特定の,の EV のサーポピュレーションについて話しているというわけではなく、ほぼ同義でこの言葉を使用しているということについてはご注意ください。まあ、ただ後半の話では、ちょっとここと、このえ言葉と絡むところが出てくるので、えー、ご注意いただければと思います。 で、細胞はこういったつぶつぶを出すわけですけれども、いろいろな、えー、タンパク質や RNA とかが、えー、小分子もそうですけれども、含まれておりまして、またその、提示されていると。で、細胞間のコミュニケーションを司る重要な役割を果たしていると考えられていまして、このバイオロジカルの役割が非常に注目を集めています。ま,あ、またその天然の、そのベシクルということで、まあ、すごくバイオコンパティビリティが高いといったことや、 血液脳幹も投下可能であるといった特性も言われておりまして、そのことからデリアリーシステムのキャリアとしても注目を集めています。で私が研究を始めた当初は特になんですけれども、 このエクソソームを何かのデリバリーに使おうと考えたときに、いやじゃどうやってその欲しい、えー、届けたいカゴを、まあ、EV に乗せて、エクソソームに乗せて届けるのかといったことに関しては、あまり方法論がない状態だったので、まあ、これを実際、えー、に操れるような方法を作れるといいんじゃないかということを考えまして、そういった研究を開始することにしました。ま,あ、また、そのエクソソームは、えー、動物に打つと、まあ、かなり早くなくなってしまうので、まあ、こういったものを、まあ、このファンクションなるエクソソームをコンスタントに出すような細胞というのを、えー、動物に埋め込んであげるとどういうふうなタイプが出るのかといったことについても見ています。 そのエクソソンも介した細胞間のコミュニケーションというのを、こちらに示します、そのプロダクションとセクリエーション。まあ、今回は RNA を届けるためのデバイスの開発ということを行ってきたので、RNA のパッケージングのステップ、そしてターゲティングするステップ。で、それを相手の細胞のサイトゾーンに届けるステップというふうに、今4つに分けまして、この仕事ではこの1番と2番とこの4番のシステムについて、これを効率化するような合成生物学的なデバイスが作れないかといったことを行いました。まあ、ターゲティングについては、この仕事ではフォーカス外でして、ここではでに報告されていた新 細胞などに発現する、まあ、CHRN7 という、えー、レセプターにくっつく RBG ペプチドを、えー、提示するような、まあ、ターゲティングシステムというものを使っています。で、ま,あ、まずこのプロダクションのセクリーションに関しては、えーまあ、CD63 という、まあ、細胞が手法の中まあ、本来ちょっとこれ4回目貫通タンパク質なのでこの書き方はちょっとよくないんですけれども、これのシマッターにまあ小さいルシラーゼをつけておいて、まル、あ、クと小さいルシラーゼをつけておくと、細胞から放出されたエクソソームを発行で簡単に発生できるシステムがつ、えー、作れるということで、こういったシステムを作って、まあ、そこにペーパーベースで、えー エクソソームの放出に関連があるんじゃないかということが言われていた、その人というのをいろいろご発言したときに、このエクソソームの放出量がどう変化するかというのを見ていくということを行いました。 ま、結果いろいろオプティマイズした結果ですけども、えー、ま、ステアップ 3SDC4 など B のフラグメントというこの3つのものを1つのプラスミドから発現するようなカセットというのを細胞に入れてあげると、ポスタたらエクソソームの量はまあかなり増えそうだということを見出してきました。で、レポーターで見ていたんですけれども、実際そのパーティクルとして見ても増えていて、これヘック 2K3T 細胞という、ま、よく使われるモデル細胞で行っていたんですけれども、まあ、治療用のエクソソームの、ま、あースとしてもよく使われる、えー、汎用結果細胞由来のエクソソームの放出も増やすということが確認できました。で、え続いてこの二番と4番、 についてですけれどもこの RNA をパッケージングするところに関しては、まあ、RNA 結合タンパク質とそれにくっつくモチーフというものを使いました。すなわちですね、エクソソームの内閣というのはそもそもそのサイトすルとつながっているので、まあ、このエクソソームのマーカーに RNA 結合タンパク質をつけておいて、入れたい RNA にそれにくっつくモチーフを入れてあげると、そこの相互作用で強制的に RNA を入れ込めているだろうということを考えたわけです。で、まあ、サイトズルかデリバリーのところに関しては、エクソソームの返したマイクロナトランスファーがコネクションを返しているといったような報告があったので、これの向上活性体を発言 してみるということを行いました。でターゲティングが先ほどお話したようにアルビジランプツイを発現しています。でこちらの実験では、センダーの細胞にいろいろなコンポーネントを発現して、ナノルックのメッセンジャルネンをこういうふうにしたま、e、あ E.V. というものを作ってあげて。 それをレシーバーの細胞にかけたときに、レシーバーの細胞内での発光がどれくらい変化するかというのをモニタリングしています。当然、メッセンジャーネイがなければ何、相手で何も見えないんですけれども、開発したプロダクションブースターがないとほとんど見えないと。また、えー、CD63A7 ネイやがない場合もまあほとんどいかなくて、ナノロックのメッセンジャーネイからまあ CD ボックスを抜いた場合にもほとんどいかないと。他のコンポーネントをまあ抜いてもモデレートにしかいかないんですけども、まあ、全て発現したときにかなりシグナルがよく見えるということで、このシナジスティックにこれらのデバイスを使ってあげると、メッセンジャーネイ効率的に届けられている いいいるんじゃないかととうことが考えられました実際その CD ボックスの数をいじってあげるとシグナルも変わるので、まあ、このワンリピートのやつっていうのを使っていますでこちらの件もまた MSC でワークするということを確認していますレポーターを使ってプルフォーコンセプトを取ってきたので何かバイオロジカルのファンクションを出せないかということで、まあ、ここではパーキンソン病で問題となる神経あの炎症に伴う神経細胞腫をレスキューできないかということにチャレンジしていますこの 6OHD という化合物を神経細胞にかけると、まあ、ロスが発生して細胞腫が起きるんですけれどもここに必ず眠ま デイをデリバリーするとカウントアクトできないかといった話になります。でこれはビトロでの結果ですけれども、まあ、パーシャルにではありますが、細胞を抑制できているという結果が得られています、まあえ。ビトロで結果が、ファンクションが見えたので、まあ、美貌に行ってみようということで、まず、ナノロックのメッセンジャーのデリバリーが、まあ、脳で見えるかといったことを行ってみました。で、この開発したデバイス、まあ、エキゾーティックデバイスと呼んでるんですけども、これがあると脳の中からシグナルがよく見えるようになるということで、美容でもワークするのかなということが確かめられました。また、まあ、EV 依来である、このシグナルが EV 依頼であるということを、まあ、さらに確認するために、 細胞は出れないけれども、まあ、EV が出られる、そのクレーンカプシュレーターというもの、セリエンカプシュレーターというものを協力研究者が作っておりましたので、これを使わせていただいて、シグナルを見ても、まあ、ほとんど同じようなシグナルを観測しています。でここで、まあ、POC が取れたので、じゃあ実際に脳内に直接 6OHDA を打ったときに、えー、この、カタラゼ MRNA をデリバリーする細胞を埋めておくと、この脳の炎症を抑えられるかということを、まあ、検証したんですけれども、こちらは JFAP、EVA1, CD11B といった顔を使って QP されてみておりますけれども、カタラゼず m r n をまあ開発したデバイスを使ってデバリ、デリバリーバー これは私たちも結構驚いたんですけども、まあ、ノーマルに近いレベルまで炎症を抑えられていそうといったことが見えてきました。かなりこれざっとではあるんですけども、ここではその RNA を EV 内に効率的に封入するしてまあ届けるデバイスを開発して、これを POC として、パッキンソン病で問題となる脳内の炎症を低減させることができるんじゃないかといったことを示してきました。これ結構いろんな人に使わせてほしいということでお話しいただいて、リストリブとしているんですけれども、カーゴ分子を例えば c i v のプロモーター V をターゲットにしてた、n m チルトランスラーゼに変更する。 すると EV の V の治療も可能なんじゃないかといったことを論文として出してもらったりしておりまして、まあ、このエキゾチックデバイスというのはさまざまな目的に適用できる可能性があるかなというふうに考えております。で、後半のメインのお話に進みますけれども、まあ、これまでのその研究を進めてきたときにですね、まあ、EV をいろいろ使ってみようと思って使っていたんですけれども、まあ EV のことよくわからないというのは結構正直なところでして、まあ、どうやってその接続をかけるとどういうふうに例えば放出が変化するのかとか、じゃあ EV どこにどういうふうにいじってあげるとどこにデリバリーできるのかとか、そういったことがかなりえ制御する のは難しいいいななといったたような印象を受けていたのでかなり精密に何かいじってエンジニアリングして使うにはそもそも先に EV 理解しないと始まらないなということを痛感しましてそこに何か切り込めるような技術っていうのを作れないかということで一旦その理解する方向にかじを振ろうということを考えましたそこでまあこの RNA バーコードを用いた EV の放出制御因子のモーラテック解析法を開発するということに至っておりますでここからちょっと EV でちょっと故障を統一しますけれども、まあ、これ先ほどの繰り返しになりますけれども EV 非常にバイオロジカルに重要 であるということが言われておりまして、そのがん細胞が例えば放出する、先ほどお話しなかった点としては、放出する EP がまあがんやアルツハイマー病など、いろいろな疾患の失点に関わるといったことが言われておりまして。 ま、例えば、その、癌からの EV 放出を止められれば、これが抗がん剤になるんじゃないかとか、そういったことが言われております。また、その、先ほどお話したように、その、ドラッグデリバリーのキャリアとしても注目されてるんですけども、まあ、その効率的生産法といったことにも課題があるので、この EV の放出制御機構を解明するということは、ま、非常に基礎、医療の両方の観点から、ま、重要であるというふうに考えています。まあ、じゃあ、どうやってその、その EV の放出制御因子が探索されてきたかっていうと、基本的にはですね、この細胞をいろいろな、え、ウェルに、別々のウェルに分けて、例えば何かの処分室外採を入れた とかエサやらねえを入れたりとか、そういったことを行って、それぞれのウェルから放出される EV の量っていうのを何らかの形で定量して、その因子っていうのは EV の放出に影響を与えているかなっていうことをアステするっていうのが普通の流れだと思うんですけれども、これはまその各ウェルに対して接動が1種類の1対1のアステであるということで、まあ、結構スループットが低いっていうのが問題ではないかというふうに考えました。まあ、例えばその細胞種が異なると、その放出制御のボトルネックも違うといったことも言われているので、こう一個一個やっていると、チが開かないなということが考えられました。まあ、そこで私たちは考えたこと っていうのは、まあ、バーコード化した EV というものを使うと、こういった現状打破できるんじゃないかというふうに考えました。まあ、どういうことかと言いますと、例えば、まあその細胞、一つのフラスコの中の細胞において、違う遺伝子、例えば ABCD をノックアウトした細胞というのをそれぞれ用意してあげて、そこからそれぞれ、まあ、EV が放出されるわけですけれども、その、えー、EV の中にですね、この EV はこの細胞から細胞、A、から放出された、この EV はこの細胞 B から放出されたというような情報をコードしたような、まあ、バーコードというものを EV の中に入れることが できれば基本的にはこの EV の中のバーコードの高をまあ一斉に、例えば実際シーケンシングで解析してあげることで、あ例えば C がその EV の中に、C、バーコード C が EV の中に少なければ、C は EV の方針に重要なんじゃないかとか、まあ、そういったことが、えー、分かるんじゃないかといったことを考えたわけです。そうするとクエスチョンとしては、まあ、どういった、どうすればこういったスモール EV のバーコードが可能かということがまあ問題になるわけですけども、そこで先ほど開発した RNA を EV の中に封入する方法が使えるんじゃないかと考えました。復習になりますけれども、その EV のマーカーに RNA 結合タンパク質をくっつけておいて、そこに入れたい RNA に、R、バインディングプロテインにくっつくモチーフを入れてあげるという形になります。で、この RNA 結合タンパク質とこのモチしていうのはかなりいろいろ変更可能ですので、えっと、私たちはこの CRISPR-Cas9 のシステムと組み合わせてこちらに示すような系を作ることにしました。CRISPR-Cas9 は有名な系ですので、皆さんご存知の方多いかと思いますけれども、Cas9 とガイド RNA というものを一緒に発現すると、ガイド RNA にターゲットされたジーンをこの Cas9 が切断して、これノックアウトすることができる。 他にも、足として、クリスパのアクティベーション、のエンフィビションとかそういった系もありますけども、基本的な系としては、ノックアウトをすることができると。で、ここで同時に CD63DCAS9 をこの細胞に発現しておくと、 この DCAS9 とガイド r ルネの相互作用によって、ポッと EV の中にこのガイド RNA を入れられるんじゃないかというふうに考えました。で、このガイド r ルネには、この元の細胞の中でどの人員がノックアウトされたかという情報がコードされますので、まあ先ほど申し上げたようなバーコードとしてこのガイダルネが使えるんじゃないかといったことを考えたわけです。で、こういったことが可能かというのを調べるために、実際その CD63、えー、DCAS9 を発現した細胞にガイド RNA を発現した場合と CD63 がない場合で EV の中にあるガイダルネのコピー数っていうものを見ると、やはり CD63 がないと もうほとんど検出できないんですけれども、CD63DCAS9 があると、しっかりよく入ってくるということで、e v 内に GRN を効率的にうに可能であることが分かります。また、ここで CAS9 と CD63DCAS9 がガイド RNA に対して競合するんですけれども、GRN を e v 内に積極的に利用しても、GRN によるターゲット遺伝子のノックアウト効率は落ちないということを確認しております。ちょっとこれ小さくて申し訳ないんですけれども、BFP をモデルにして、それに対するモデルのガイド RNA で CD63DCAS9 を発現してもノックアウト効率が変わらないということを確認しています。 最終的には、そのプールドの状態で、いろいろなガイド RNA を一斉にその読み出したいので、それを増幅して、実際の集計さで読む必要があるんですけれども、ここでちょっと問題になることとしては、キャス内に対するガイド RNA というのは、 その5ダッシュ末端に、まあ、それをどのどのンをターゲットにするかっていうスペーサーシークエンスがありますので、普通に PCR すると増やせないということがあります。まあ、なので、テンプレートスイッチング法というのを使って逆転写するときに、こちらの5ダッシュ末端側に共通のアダプターをつける方法というものを使いまして、これによって共通のプライマーでいろんなガイドアルネを増やす方法というのを作りました。実際、こちらに示しますように、まあ、ガイドアルネだけがしっかり増やせるということがわかりました。まあ、ここまで来ましたので、いろいろなジンをターゲットに した、ね、ライブラリというものが、まあ、世の中にはたくさん売られているので、これをえ使ってバーコード化した、まあ、EV というのが作れるかというのを確認しました。 j r n a これは今、最初に使ったものとしては、2万種以上のガイドラネを考慮する j r n a ライブラリーから作ったレンチウールスを CD63DCAS9 発現細胞に感染させて、そこから出てくる EV 内のガイドラネの組成というのを見まして、それを細胞と比較しています。でこちらに示しますように、非常によく EV からもガイドラネが検出できていて、CAS9- の細胞で CD63DCAS9 が発現していると、細胞の中と EV の中で非常によくガイドラネの,の組成っというのが相関するということがわかりました。 で、まあ、これはガイドラインのスペーサーの配列によらずに、まあ、非常に精度よく EV の中のバーコーディングが起きているということを示しています。で、EV の中の、まあ、そのレプリケート間での再現性を見ても非常によく入るということで、まあ、かなり良いバーコーディングのシステムが作れたと考えています。で、ここまで来たので、実際にじゃあ EV の放出制御演習を一斉にアクセスするシステムというものをするということを行ってみました。CD63DCAS9 を発現した細胞において、さらに CAS9 を発現した細胞と発現していない細胞というものを用意しまして、それぞれから EV を放出させます。で基本的 的にはこの EV の中のバーコードの素性比というのを比較して、まあ、例えばこの緑の細胞由来の,そのガイアルネーというのがたくさん検出されれば、これノックアウトすると EV が増えるんじゃないかということが予想されますし、減っていればそれが EV の放出を減らすんじゃないかということが想定されます。まあ、ただまあ注意しなければいけない点としては、その細胞のノックアウトするとその細胞が死んでしまうとかまあそういったことが起きるので、まあ、例えばその細胞が死んでしまった場合に、まあ、そこから出てくる EV がなくなった場合に、まあ、EV の中の,そのガイダルネーの素性だけを見ていると、まあ、細胞ま 死んだということは EV の放出に影響を与えていたというふうに間違った解釈をする可能性があるということがありますので、これを補正するようなアルゴリズムというものを 考えました実際にこれは CAS9 プラスの細胞とマイナスの細胞の間のそのガイド RNA の組成の比率フォールドチェンジ、まあ、インセルという FC セルと書いてありますけどもとソフォールドチェンジ EV をこうやってプロットしてあげますと、まあ、実際かなりよく相関してまあ線形に乗ってくるので、まあ、これに対する、えー、このリニアリグレッションしたものに対するまあ差分というのをそれぞれのガイド RNA が EV の放出に影響を与えたスコアとして定義してあげることにしました。で一つのに対して でこの差分をまず取った後に1つの人員をターゲットにしているまあガイルラインのスコアというのをこうやって集めて平均化してあげると。 この遺伝子というのはノックアウトすると EV がこれぐらい増えるんじゃないか。この遺伝子に関しては減るんじゃないかといったことがえと分かってくるというような形になっています。すみません。ちょっとここ細かくて申し訳ないんですけども、こういったような計算をしております。で、やったこととしては、こちらに示している、いろいろガイザルネのライブラリーが世の中にあるというふうに申し上げられましたけども、こちらの論文で報告されているまあトータル1万人以上をターゲットにしたまあガイザルネというものを使って、今お話ししたスキームでスクリーニングを行いました。で、こちらはそのスコアのまあ G スコアを示しておりまして、このえ左下のある人というのは それをノックアウトしたときに EV の量が減るジンで右上にあるジンというのはそれをノックアウトしたときに EV が増えるジンとして表現されますでここを細かく見てみますと、まあ、まず注目したいこととしては CD63 が顕著なネガティブヒットとして検出されましたこれは想定した通りだしてというのもその CD63 に対するガイダルネというのは CD63DCAS9 もノックアウトするので、まあ、ガイダルネが EV の中に入らなくなるだろうということを想定しておりましたのでここに検出されたということでかなりスクリーニングとしてはワークしているだろうというポジティブコントロール として見出すことができました。ポジティブコントロールがこれワークしていることが見出せました。このようなジンが例えば見出されましたので、この例えば PI4K やファスネといったまあジンはそれに対する。 阻害剤がありましたので、まあ、その阻害剤を処理してあげたときに EV の量が変どう変化するかっていうものを、まあ、こちらは発光での測定ですけれども、この PI4 系を止めてあげると、やはり EV 量がこうバーッと増えてくると。で、ファスティンを止めてあげると EV 量が減ってくるということで、まあ、スモール EV の放出を制御する遺伝子が、まあ、トゥルヒットがしっかり含まれているということは確認できています。また、あの、ナノパーティクルトラッキングがなしても、まあ、同様のフェノタイプがしっかり見えることが確認できております。他のこの G に対しても SR 燃料で抑えてあげると、まあ、このスコアによって予測された EV の量の変化を示すということで、まあこの の K が EV 放出制限値のスクリーニングとしてまあ十分機能するということが確かめられてきました。このケースとすべてのジーンに対してまあそのジーンをノックアウトしたときに EV 量がどれくらい変化するかというのをスコアとしすることができますのでそのスコアを使っていろいろなマヨインフマティックな解析が可能になります。例えばストリングやジーンセットエンリジメントアナリスなどを使っていろいろ解析を行っています。この例えばストリングを使うとこれヒット CD63 の,のこのスクリーニングを行ったときにノックアウトすると EV が減るジーンがどういうふうに例えばネットワークとして繋がっている かといったことを可視化できまして、まあ、こちらでは、例えば ER とゴルジのその、えー、トラッキングを行うような人員がそれを連れてきたりですとか、いろいろな疾患に関わる人員ですとか、例えばミトコンドレマリの人がこう連れてきたりとか、こういったその EV の放出に重要な因子群というのを視覚的に捉えるようなことが可能になります。また、えー、まあ、例えばそのスコアを使って、エネチメタアナリストやジンオトロジアナリストなどを行うことが可能でして、ちょっと時間の関係上はちょっと細かくは説明しないんですけれども、これを行うと、どういう人セットが EV の放出に影響を与えているかていうのをまとめて解析する ことができますのでこのスクリーニングによってま機能的に意味のある,ある人員の元周りが EV の放出に影響を与える人種としてま検出するということが可能になってきますで、これでちょっと話をま変えるというか一つ紹介したいことがありましてまその EV ていうのはま今ずっとひとっくりお話してきたんですけれども複数のサープポピュレーションが存在しているということがよく知られています今までその CD63 というテトラスパニンを まあ、え、四回単白質を、まあ、え、マーカーとして使ってきたんですけども、まあ、例えば CD9 や81といったものも、非常によく EV マーカーとして持ちられてきています。まあ、ただですね、これは、まあ、あの、エクソビューという機械を使って、その EV のヘッテロ性というものを解析した、会社が解析してくれているので、まあ、このちょっとフィギュアをそのまま取ってきたんですけれども、まあ、こちらに示しますように、それぞれこう、抗体で染めてあげると、かなりヘッテロであるということはわかります。まあ、ただその EV のヘッテロ性が、ま、どういうふうに規定されているかっていうことですとか、まあ、その異なった EV がどういうふうに放出制御は異なるかといったことは、まあ、非常によく知られていない ところでありましたので、ここにこのスクリーニングをもえ使ってアドレスできないかといったことを考えました。まあ、そこでですね、先ほど使ったその CD63 を CD9 に変えてあげて同様のスクリーニングを行ってみました。そうするとですね、でこれ今 CD63 のスクリーニングの結果と9のスクリーニングの結果を両方同じその図にプロットしています。CD63 は CD63 のスクリーニングでネガティブヒットになっていて、逆に CD9 は CD9 のスクリーニングのみでヒットしているということで、またこちらもポジコンの G になるのでスクリーニングがそれぞれワークしていることがわかります。でも、まあ、ある程度そのヒット G っていうのは似ていて、例えば先ほど お話したような PI 包茎とかパステンといったジンというのは両者に共通したレギュレーターあることが分かりまして実際これを使っ阻害剤を使ってアセしても同じようなフェノタイプが出るということを確認しています。ただ今回フォーカスしたのはじゃあどういうふうに違って制御されているのかといったことを見たかったということがありましたのでそこを解析するということを行いました。基本的にはこの左上にある障害にあるジンですとかま右上に右下にあるまあジンというのがそういったヘテロ性に寄与しているまあジではないかというようなことは考えられます。まただと個別のジンで見ていくと結構。 難しいところがあったので、まあッ設定エンデチメントアナリシストを使って、そこにアドレスすることにしました。これはちょっと、えー、図が複雑でちょっと申し訳ないんですけれども、これは人設定トエチメントアナリシストの結果を、えー、示していまして、この一個一個のドットが人セットになります。で、横軸にエンディチメントのスコアを、縦軸にマイナス60のフォルスディスカバリーレートっていうのを表示しておりまして、これは何を意味するかと言いますと、右上の証言にある人セットっていうのは、まあ、それを止めると EV の放出が増えるんじゃないかという人セットとしてプレディクトされて、左上にあるものは減るんじゃ逆に減るんじゃな、ね、い かというふうにプロデュースされます。これを CD63 の使ったスクリーニングと奈良を使ったスクリーニングで比較してあげると。 こちらのプロトントランスポーティングブタイペティプスのコンプレックスというのは、ごっそり c d 6 3それを止めてあげると、まあ、c d 6 3がかなり増えるだろうということが分かって分かる一方で、9は、まあ、それほどではないんじゃないかということが予想されました。まあ、そこでこれを、まあ、検証したわけですけれども、ここでは EV 上に発現すにまに、あ、提示されているフォスワチジルセリンという脂質を、まあ、キャプチャしてあげて、そこでさらにリライザーを行うということを行っているんですけれども、このプロトンポンプを止めるインヒビターで処理してあげると c d 6 3だけがやはり増えてくるといったことが分かってきまして、まあ、そこのスクリーニングによって 特定ののサー,ポレーションの放出に関わる印象を見出すことととがが可能であるというここ分かってきました。まあこの報告というのは他の研究者たちもかなり同じようなことを最近報告しておりまして、これは EV の研究で非常に有名なセリーたちのグループからの報告ですけれども、まあ、彼女たちは C63 と9の,その細胞内の動きをイメージングで追ってあげて、その起源がどういうふうに違うかということをまあ見ているんですけれども、ここでも同様にそのプロトン ポンプを止めるバフィロマイシンで処理してあげると CD63 だけが増えてくるっていうこととイメージングの結果を合わせて、まあ、その CD63 ポジティブな EV っていうのはいわゆる MVB 由来のエキソソームで、まあ、CD9 というのは、えー、プラズマメンブレン由来の、まあ、エクトソーマルなものがメインで、まあ、その MVB の中の MVB がまあライソソームとヒューズすると中の EV が壊れて放出されなくなるんですけどもそのライソソームの酸性度っていうのを下げてあげると、まあ、EV がよく放出されるようになるっていうことをまあ提唱しておりまして、まあ、こういう主張をしているんですけどもこれはまあ、えー、彼女じゃヒーラーの細胞 で、テストしていたんですけども、我々の細胞で実際見てあげても、ヘックの中でも CD6、3はこういった細胞の中のベシクルが見える一方で、9の方はマークが見えてくるということで、この自身の結果とも非常によく一致しておりまして、ヘッテラ性を規定する要因を補足できるといっふうに考えています。で、他の因子はどうだろうかということで見てあげると、例えばスレサイクルについて見てあげると、CD9 の方だけそれを止めると EV の量が減るんじゃないかといったことが示唆されてきました。で、実際サイクリンディペンデントな細胞出血を止めるマッチナシクリブというものを 細胞に作用させると CD9 の EV の放出のみが選択的に止められていることが分かってきました。これをさらにどういったタイミングでその EV の放出が制御されているかっていうのを確かめるために、w、チミジンブロックを使って細胞周期を同期させた後にそれを解放して細胞周期が回り出した時にどれぐらい EV の放出がどのタイミングで増えてくるかっていうのを見てあげるとやはり CD9 の方が細胞周期と同期したものが見られて主にその細胞分裂前後で EV の放出が促進しているんではないかといったような結果が得られてきています。ちょっと複雑な話になって申し訳なかったんですけど まとめますと RNA を積極的に EV の中に入れ込む技術ていうのを使って EV の放出制御因子のハイスループットなスクリーニング系というのを構築しております。で、1万を超える遺伝子についてスクリーニングを行ってその中にその、えー、スクリーニングのヒットの中にツルヒットが ている人が複数含まれることを確認しています。EV のヘテラ性がどういった要因によって規、えー、定されているかといったこともこのスクリーンから見出すことができておりますので、今後は細胞種特異的なナスモール EV の放出性分子なども見つかると面白いというふうに、えー、考えていますで。この論文、ちょうど今日サブミットしたところでして、近く、えー、プレプリントとしてもおかげする予定ですので、もし興味のある方がいたらぜひ読んでいただけると幸いです。またその他にもこ,この EV バーゴール化する系っていうのは他の目的にもいろいろ使える可能性があるんじゃないかっていったことを考えておりまして、例えばセルフリーのクリスパースクリーニングといった応用の可能性が考えられると考えています。まあ、そのクリスパースクリーニングというのは先ほど話してきたまあ系で、細胞にいろいろなガイドアラネを入れてあげて、ンをノックアウトするのをプールドで行ったときに、まあ何かその選択圧をかけてあげて、どのガイドアラネがまあいなくなるとか増えるっていうことを、後でその細胞からガイドアラネをコールするカセットを取り出して解析するというのがクリスパーのプールドスクリーニングですけれども、まあ実際この系ではよ 横軸に細胞の中から取り出したガイダルネ量を使って、どういったガイダルネの細胞の増殖に影響を与えたかというのをスコア化したグラフで、まあ、これは通常のクリスパスクリーンのスコアに対応するんですけれども、これに対して EV の中からガイダルネを取り出して見たスコアというのをまプロットしてあげると、非常によく相関するということが分かります。先ほどもこれはお話し,しましたけれども、 これはあのサイバースクリーニングのヒットをエクスクルードして他のジーンで見ているんですけども、まあ、こういったふうに非常によくその細胞の中と EV の中のガイダルネスコアがま相関しますので、まあ、細胞を壊さずに EV の中のガイダルネを見るだけで、その細胞のコピュレーションダイナミクスを見ることができるんじゃないかとか、そういったことをマするデータがま取れています。またこの他にも、 EV の中にいろいろなケースを考慮した拡散というものが入っておりますので、例えばその EV がどこに行くのかといったことをバーコードを追跡することで解析したりとか、そういったこともできるんじゃないかといったことを考えております。はい、長くなりましたけれども、この前者の EV の発展的利用に関しては、私がスイスに留学した時に行っていた仕事で、フスネガー研究室を行ったんですけれども、現在、ゴステンバークユニバーシティで独立しているダニエル君が非常に いろいろやってくれまして、一緒に研究をしたということに形になっておりまして、感謝申し上げます。後半のこの話に関しては、今、当研究室の博士課程の惑星である、ま、国武君と、ま、本当に二人三脚で行ってきた研究の結果でして、ま、裏の研究室で行ったものです。データの解析については、東大の薬学部の水野先生に非常に助けていただきまして、何度もディスカッションしていただきました。東大の先端研の太田先生、服部先生、また東高大の神谷先生、愛知県がん研究センター研究所の小根山先生にもいろいろアドバイスいただきました。 またファンディングソースにも感謝申し上げます。はい、ご清聴ありがとうございました。藤間さん、あの、非常に盛りだくさんで面白い話ありがとうございました。本当に根っこが合成科学っていうところが信じられないぐらい、合成生物学のものによって、でも考えの根っこっていうのは、やっぱどうやって組み上げて、それをどう使うかっていうところに哲学があるということで、まあ、非常に面白く聞かせていただきました。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。あの、真、ま、鍋さん、どうぞ。反対の真鍋です。すごい話でもう圧倒されました。も,ものすごく面白かったです。あ,ありがとうございます。 ちょっとフォローしきれなかったところをまず教えていただきたいんですけど、スクリーニングで見つかってきたエクソソームの放出に影響を与える因子っていうのはどういうものが そうですね。これ、もうかなり、そこ細かく話し出すとすごい長くなるんですけれども、はい、基地の因子も結構ひひ拾えているのと、はい、例えば、先ほどお話ししました、ね、今ここ一部しか用意してないんですけれども、これはそのノックアウトしたときに EV の放出量が減る因子ですけれども、はい、まあ、その ER とかゴルジー周りの因子が見えていたりとか、これ CD9 の方と見ると結構違うんですけれども、ちょっと予想外だったことも少しありまして、まあ、エスコートってよく知られる EV の放出にエッセンシャルな人としてよく知られているんですけれども、これをちょっと解析してみると、あれ、ノックアウトすると EV が 増えるるっててていう,ふうに検出されれとしし取れてきましたこれ、基本とは逆の結果なんじゃないかなというふうにまあ考えたりもしたんですけれども、実際 SRNA でノックダウンしてあげると EV の量が増えるっていうふうなことが確認されまして、このスクリーニング系においてはその結果が指示されるような結果となっています。ただ、他の研究者たちもエスコートのノックダウンをすることで EV が増えるといった報告をしている研究者たちも、これは東北大の福田先生あの研究結果ですけども、そういったお話もありまして、まあ、エスコートの役割っていうのはその MVP 形成のそのシンプルなモデルに取られすぎない方がいいのかなといったことも 考えておりますけれども結構、アッセのタイムラインとか、そういったことによって、例えば、その、ノックアウトしたの人に対するコンペンセーションが働いちゃったりとか、そういったことが起こり得るので、必ずしも、これで取れてきた人員が、まあ、絶対こっちに動くとか、そういったことが、ま、保障されているわけではないんですけれども、まあ、気泡と、え、合う人として、ま、かなり連れてきているものはあり、逆になるもんでも、かなりそのパターンはされている形っていうのは見えるので、まあ、この辺が EV の放出に影響を与える因子なんじゃないかっていうことは、よく見えてきます。あと、その他にどういうものが連れてきたかっていうと、例えば、GSEA の解析とか、 需要の解析をすると、例えばその trn のメタボリックなプロセスとかまあ、コレステロール関わりが例えば ev ノックアウトすると c d 6 3の ev が減ってくるんじゃないかとか見えるとか。まあそういうのはかなりこうまば、あ、ーっと可視化することはできるので、まあ、ちょっともし本当に、えー、詳細にもしご興味があれば論文の中で読んでいただけると幸いなんですけども、こういう形でそれぞれもちろん検証はできていないので、これが本当にどれくらい ev の放出に影響を与えているかっていうのがまあ、バリエットされているわけではないんです。けれども、プレデされているものとしては、かなり色々なパスウェイが ev の放出に影響を与えているんじゃないか？っていう。う に見えてきてきますただ、例えばそミトコンドリアの,の ATP シンテス周りがの活性というのが EV の減ってる性に与える影響というのも見えてまして、それはミトコンドリアの ATP シ,シンセスを止めると、ライソソームのファンクションが増えるというのが見えてまして、まあ、そうすると今度 CD63 ポジティブな EV の放出が減るっていう、まあ、そこのつながりが見えていたりとか、いろんなジーンセットがどこを止めると EV が増えたり減ったりするかっていう、最終的なアウトカムっていうのはプレジェクトできるんですけど、どこがどうつながっているかっていうことは、やっぱり、まあ、最終的には解析していかないといけなくて、 これが何でじゃあ EV の放出に効くのっていうところっていうのはまあそれぞれやっぱりバイオロシを掘っていかないと分からないところもあるのでまだよく分からないものもたくさんあるんですけどもそのスタートポイントとしての有用なデータリソースにはなるかなというふうには思っていますいやあのエンドサイトシスを抑えるとかその、まあ、膜の成分とかに関わるとかそ,そういうものはまあ当然引っかかってくるのかなと思うんですけど<あ>そうですね予想外のものもじゃあかなり見えてきてるってことなんですね 点ととしてて考えているところは、まあ、そセパレートのウェルでやると、はいまあ、例えば今おっしゃったようにエンドサイト糖質が抑えられると、見かけの形として EV の形が増えるような、そのリ,リアップテイクが抑えられると思うので、はい、そうすると EV が増えるっていうふうに、まあ、多分理論的にはディテクトされると思うんですけども、はい、まあ今回の K だと、細胞自体の周辺環境っていうのはまあプールドなのでランダマイズされるので、はい、そういったそなんですか、ね、例えばアップテイク側の要素っていうのを少しバイアスをかけないで見ることができるとか、そういった利点はあるかなというふうには思ってるんですけど、まあ、ただ個別には 検証ででできてなないいのんともも言えないんですけども考えられる一般的なこととしては、そういった周辺環境のランダム化とか、そういったこともこのプールドスクリーニングのメリットとしては挙げられるかなというふうには思います。まあ、ただ、そのアンノーンなやスチンセットっていうのも、多分いろいろあるかと思うんですけど、そこを紐解いていくと、やっぱりそのノーンなところにたどり着くっていうパターンも多々あるのかなと思いますし、ちょっとそこはまだよくわからないところです、ね。なんか ER とかゴルジとかの、もう見えてきてるっていうのは、いや、私、等を専門にしてるんで、塔差の。 整合性とかその辺も関係してたりするのかなとかもした。はい、いや、多分その、いろんな方のが、そのいろんな視点で解析してもらえると、はい、あ、実はこういう切り口があったじゃんっていうパターンは結構あり得るのかなと思います。はい、あとその細胞を変えて同じようなスクリーニングしていくといろんなデータが溜まってきたりとか、うん、そういったこともあると思いますんで、まだ POC という状況ではあるので、まあその例えば細胞ごとにどういうふうに異なっているかとか、そういったことはまだ全然アドレスできてないんですけれども、まあ、原理的にはそういったところにもいけるのかなというふうには考えています。EV のサイズとかそういうのもちょっとこ,、うん、これだとわからないんですよね。 すいませんこれは基本的には超遠心で集めてますので、はいうん、ナノサイトで測った形では、まあ、いわゆるスモール EV、例えば57から、まあ、1 5 7ぐらいの EV っていうのが、まあ、メインのフラクションなんですけども、あ<ー>まあ、そこをさらに分岐したりとか、そういうことは行っていないので、まあ、例えばそういったところを何か分岐できるような手法と組み合わせて、じゃあ中身のバーコードがどういうふうに違うんだろうみたいなことが、うん、例えば解析できると、さらにそういったところにアドレスすることとかもできるかもしれないですが、まあ、今回はざ,ざっくり集めていって、マーカーだけでその見分けているので、まあ、そこまで細かくは見れていないという。 現状になります。ありがとうございます。なんか、論文、後で読ませていただきます。<あ>もう、あの、早々データを見るだけで、いろいろ想像して、楽しめそうな感じで。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。 それでは堀先生お願いします。巨大の堀ですあ。ありがとうございます。今回、まあ、かなり包括的に、まあ、どういう遺伝子がどういうふうに EV、まあ、放出に来てるかっていうのが分かってきて、さらに CT9 と CT63 っていうので、それぞれ違いがあるっていうところが見えてきたっていうのが、あの非常に興味深かったと思うんですけど、細胞の種類によってかなり放出の、そう,ねはい、そういうのが違うのかなと思ってて、まあけどヘックとヒーラーで、まあ、同じヒューマンの細胞だからっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、同じような極材。 だったっていうところが、あのすごく興味深かったんですけど。そうですね。まあ、そこを細胞子特異的な。やっぱり実際、例えば治療とかそういう方向に持っていこうとすると、その辺のそのファイニュートラルは非常に重要になるので、まあ、やっぱり細胞子変えてスクリーニングするとどうなるかっていうところはまあ、非常に興味深いところであるんですけど、まあちょっとパイロット的に始めた感じだと、やっぱり共通のレギュレーターとかはま非常によく見えてきたりとかするんですけど、細かく違うところがどうなるかっていうのは、まあ結構細かく見ていかないと難しいかもしれない。っていうところがありまして。まあ、やはりその個別の寺院のスコア自体がどれぐらい。その信用、うん。 できるかっていうのはどれくらい N を稼ぐかってそれでどれぐらいそのローバストなデータを取るかとかにも非常によってくるんですけどもまあただそのコストとその労力とのその兼ね合いもあってそこら辺をまあどれぐらい詰めていくと結構細かい違いが見えるのかっていうところはまあ今後詰めていかなければいけないところではありますねはいまあ、なんですけどそこはまだ現状ではあまりアドレスできてない状況ではあるんですけどもはい、いや非常に興味深いところだったとは思っていますえあの,、ええ、あの例えばまあ CD 六十三とか CD nine とかのそういうそれぞれのあの EV がの出るのに重要な 遺伝子みみたたたいいなななのの発言プロファイルみたいなのを制御したらこっちが出やすくなるだとかあのまあそうですね。単純にバリデーションでやっていた経緯でもそうですけども、うん、その細胞集計、例えば止めるとンの方が止まるっていう、これがどれぐらいその細胞集によらずユニバーサルな現象かっていうのはまだ全然わからないんですけれども、まあ、例えば抗がん剤を投与したときに、まあ、そうすると EV のヘテロセとか普通に変わってんじゃないかなっていうようなことも考えられますけども、うん、まあじゃあ、がん細胞が放出する EV がその,その疾患のアクセントに影響があるっていうことは言われてますけども、うん、実はそういうところから、 ヘテロセが変わって何か起きているとか、うん、そういうこともあり得るかもしれないですし。例えば、ガンとかなんかの、まあしまあ、しっかり関わる細胞のタンパク質の発現プロファイルみたいなのが分かってくれば、どういうエクソードそうですね。たそれをいっぱいスクリーニングして、はい、そのトランスクリプトームの解析と合わせて、まあ、なんか、まあ、ちょっとそういうインフォマティックな解析のとこ、ろは私全然強くないので、なかなか難しいところであるんですけども、まあ、それと組み合わせるとこういうところはボトルネックなんじゃないかみたいなことが分かってくるとか、そういったことはあるかもしれないです。うん、ま、全然そこまでは。できれば、はい、かなり診断とかも技術につながってきそうだなっていう,う,そうですね。 はい、いろんな方向性としてははい、はい、考えられると思います。はい、あ,<と>ありがとうございます。オフターゲットの影響ってどれくらいある？それはガイドのオフターゲットっていう意味ですかね。あ、それはガイドの良し悪し次第なんですけれども、うん、まあそれ実際じゃあそのどれだどのガイドでどれくらいオフターゲットのノックアウトが起きているかっていうのはちょっと全く解析していないので、正直こちらではわからないところなんですけれども、うん、そもそもそのガイドがそのクリスパスクリーンが出てきたのが多分2 0 1まあ5年とかそれぐらいだと思うんですけど、うん、まあそこからかなりいろいろなそのガイドの設計のアルゴリズム、うん 改良がされてきてきこうするとオフターゲットが減るんじゃないかとか、そういったことがディスカッションされてきている中で、まあ、比較的これはいいっていうことをガイドのライブラリを設計したのは、えー、非常にそのクリスパスクリーンで有名なバシック先生のラボのライブラリを使わせてもらってるんですけど、うん、そこではこのライブラリは結構いいんじゃないかっていうことはディスカッションされてますけれども、まあ、そこはそこの何ですかガイドのデザイン側に頼るしかないっていうのがまあ現状であります。ただそこのオフターゲットがまもちろんあるので、まあ、今回は1つの人に対して10ガイドを当ててまして、うん、それのスコアを平均するっていうことをしております。 のでそこでバッファするっていうような戦略には、それ普通のクリスマスクリーニングでもそうなんですけども、ガイドの数を普通の細胞ベースのスクリーニングするときは、ガイドの数を人人当たり3つぐらいでやってもスクリーニングができるようなんですけども、そこの数を減らすとかなり解析が難しくなったということがありましたので、ま、その1人に対して当てるガイドの数を稼ぐっていうことは、この EV ベースのスクリーニングでは非常に重要でした。分かりました。そういった工夫もされてるってこというですあ色々ちょっとかなりり手探りで <laughs> クリスパ使ったことないところ始めたっていうのもあったので、なかなか大変な作業というか。はい。まあ、なんですけど、使ってみると、やっぱり、はい、結構、あの。まあ、けど、すごい、素晴らしい結果につながったなと。ありがとうございます。非常に興味深く配置をさせてはい。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼いたします。あそれでは、橋本先生、どうぞ。発表ありがとうございました。私、クリスパースクリーニング使ってたんですけど、なんだろう、ガイドある n を逆転写して、それで読むっていうのを初めて見たので、とても面白いなと思ったし、EV 使ってる人なら では発想だななととと思思っってて面白いなと思っていてありがとうございます質問なんですけど多分留学中とかはお仕事として、えー、と応用というかデザイナーセール使って EV 出すっていうことされてたと思って、はい、予想としてはそのここで EV の基本的なところ分かったらまたデザイナー整理、まあ、私だと戻りたいなと思うんですがはい、はい、そこ関係の質問で、えー、EV のヘテル性が分かってきて興味があるのは例えば ヘテロ性が分かってきた上で、どういう種類のものがそういう、えっ、ー、と、ドラッグデリバリーとか、ある、ね、えっと、はい、部分に、例えば脳に届けやすいとか、そういうのって知見とかあったりとか、はい、あと大きい、小さいっていうのがあったと思うんですけど、そういうので使いやすい、<laughs> はい、使いにくいのとか、まあやってないかもしれないんですけど、知ってることがあったら教えてほしい。そうですね。そこは非常に私としても興味あるところで、これからやっていきたいところなんですけど、もともとその始めたきっかけっていうのが、その、こういったバーコード化 EV の体内動態をま一斉に終えたら、まあどういうところに集まる EV が取れるんじゃないかみたいな。 みたいなのがまあ最初の発想のきっかけだったんですけども、その、やっぱり美貌に打つとかなりバーコードが薄まるので、あそこをかなりえっと再現よくアクセスするのが。 まあ最初の技術的ハードルとしては高くて、そこを踏まえて今、放出制御の方に、まあのアセの方に行ったっていうところがあるんですけども、まあ、そこをどういうふうにすると治療に使える EV が取れるかっていうところは非常に興味があるところなので、まあ、こういった膜甲とか EV を確立して、まあ、ところまでは来たので、まあ、今おっしゃったようなことにアドレスして本当に使える EV ってどんな EV なのっていうところを、まあ、これから見ていこうっていうところが、あの今後やりたいことになっています。な,なんで、まだ結構やっぱ難しくて、技術的にな。なるほど。まだあんまり書いてあることを、はい。 から脳を取ってきて。 はい、ここに存在するガイドアレ a 読めば、まあ、そうですね、とか、まあ、細胞を植えて、あとでそのガイドのどこ行ったかを見るとか、まあ、そういったことも可能かもしれないですし、原理的には多分いろいろできるかなとは思ってるんですけど。まあでもいいのは、ガイドアレ a 転写されて、一応増幅かかってるから、普通に DNA 読むよりはだいぶ取られるもいいんじいただまあ、アレ a だと不安定というところもあっていい、そこはトレードオフがあるのと、まあ、やっぱその5ダッシュ側にスペーサーがあると、そこの増やすのは結構トリッキーなので、そこは難しかったりとかもあるので、まあ、結構技術的にはいろいろつく。 くんなきゃいけないことは多々あると思うんですけども、はい、い原理的にいろ,いろいろいけるんじゃないかなというふうには考えてます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございすます。ありがとうございます。は次佐々木先生どうぞ。お久しぶりでした。あ、あ久しぶりです。球隊で格好取った佐々木です。あの覚えてすます。あ、もちろんです。はい、はい、そういうめ、あ、ありがとうございます。めっちゃ楽しませていただきました。すごい面白かったです。で,すで、あの僕エキソソームに関しては結構素人なんですけど、まず一つ目にそのお伺いしたかったのがサブコピュレーションの話されてたと思うんですけど、どのくらい知られてるなんか表面のマーカーで何種類ぐらいはあるっていうのが。 そうですね今、例えばその EV のスキャフォールドプロテインとしてエンジニアリングする上でどういうタンパク質がいいのかをスクリーニングするとか、そういった仕事も最近やられてるんですけども、多分かなりいろんなタンパク質があって、まあ、テトラスファニンももちろんすごく多いんですけども、そうでないそのシングルパスの,そのメンブレンプロテインもかなり EV に乗ってくるものとかはありますので、63とか9とかそういった典型的なテトラスファニンはよく使われてるんですけども、それだけで語れないマーカーは多分かなりたくさんあると思います。 なので、じゃあ、それがどう違うのかっていうのは、例えば、その強局剤とかが、まあ、かってくるとこ、このポピュレーションにはこういうのが乗りやすくてとか、まあ、そういったことは多分多々あるので、マーカーの数だけポピュレーションがあるってことは絶対なくて、まあ、63とないも一緒に発言している UV っていうのはもちろんありますので、まあ、そういう、なんで、クリアカットに分けられるものでは全然ないと思うんですけれども、 はいまあ、なので、そのヘテロ性をどう定義するかっていうのも、まあ、例えば脂質の素性とかそういうものもありますし、まあ、サイズもあるしみたいな、まあ、どう切るかっていうところで、まあ、分類は非常に難しいのかなとは思いますけども、はい、今まで考えられてきた、まあ、例えば63もないも、いわゆるエクソソームのマーカーとしてまあ使われていたと思うんですけども、じゃあ、ナインは例えばエクソソームのマーカーといっていいのかみたいなところとかは、最近どうなのかなって思うところはありますけれども。 そうですね、まあ、たそこも期限で暮らしてるんですけどまあそれ以上分けられないっていうまあだからその分級するその方法が出てくれば出てくるほど多分よりその解析の方法は進むと思うんですけどまあそもそも集めてくるのは結構大変なんで,でその超名詞に一つとっても結構みんな違うプロトコルでそれはローター違うとか集まり方違うとかそういう話もありますしスイングローターとアングルローターでなんかやっぱスイングで集めろとか,かそういうのもありますしてだからみんなこの研究者見てるのは同じポピュレーションなのかもう結局よく分からないとかそういうのはただ またカルチャーコンディションとかによっても全然出てくる性質が変わることも多分ありえると思いますしそこはすごい EV の難しいところで自分でやっててもこれはなんかしっかり再現が取れているのかとかそれをこう難しく思いながらやることとか例えばその EV 取ってくるときも FBS 入れちゃうと ABS の EV がたくさん入ってくるんですけどまあなんで MX にしようと思うともちろんその ABS ってそのボバインのスイラムなんでそこにあのボバインの EV めちゃくちゃいるんですけど じゃあ、無血生にしようって言ったら、じゃあ無血生のいっぱ出てくる EV とそうじゃない EV って多分結構プロテオーム見ると違うとか、そういうのもあったりとか、かなりまあ難しい面は多いとは思います。<laughs> あの,あの僕、一歩一歩っていう感じなのかと思いますけど、はい、はいあ。すみません、僕、そのサイズとか脂質の素性とかまでの多様性まで、そこまで考えたってなかったんですけど、単純にその表面光源で見たときにダブルポジティブなものが例えばあったとかになると、たぶんその小島先生の技術だと、例えば、ブリッドキャスナインとかを使ったら、なんかそれでまあ、あそ,のそれこそ近接、近接するのか分かんないですけど、ダブルポジティブのときだけガイドが内包されるとか、はい、そういうこともできるのかなワ、まあねまあ、レントに フューズてか、なんていうか、この DKS を使ってるゲースも、そもそもダネイティブとどれが違うのかっていうのは結構難しいところなんですけど、<ー>いじればいじるほど、はい、その本来のポピュレーションを見ていない可能性が上がっていくので。 エンジニアリングするっていう方向に行くんだったら、あまり問題ないと思うんですけど、そこも結構難しいとこですね。まあ、た、アイディアとしては、はいろいろ考えられることはあるかなと思います。はい、ありがとうございます。すごい楽しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。私が一つだけ教えてください。あの本当に、トンじんかそうなんですけど、EV の中身っていうのは、中に内包されるものっていうのは、基本的にはその放出する細胞の中身を受動的にというか、その中のものを均一的に出していくあ。いや、それはそんなことはないというふうに言ってて、 そのアクティブなパッケージングが絶対、うん、あの、ソーティングがあるっていうふうに考えられてるんですけども、もちろんそのソースの細胞によって、まあ、元の素性は違うので、うん、そのソースの素性は反映するんですけども、 うん、それがじゃあミニ細胞かっていうとそれはそうじゃなくてそこにソーティングメカニズムが絶対働いているは、うん、確かだと思います、まあ、例えばじゃあ9とか63とかそういうだから EV のマーカーって言われるタンパク質はやっぱり EV に濃縮されてるわけでなので均一に入っていくってことは絶対ないはずですちょっと今回見つけたそういう上がる遺伝子下がる遺伝子っていうのは、はい、もちろんその EV の量っていう意味ではそうなんだけれども中身の質ってなるとそれぞれの遺伝子で違う役割をしている可能性っていうのがあるあそうですね、はい、あのただだ、e、をごそっと集めてるだけなので その集めているものの EV の性質っていうのは非常に違う可能性があって、だからそこを何らかしらの形で、まあ、別の表面のから落とすとかでもいいのかもしれないですけど、じゃあそれで中身どうバーコード違うのみたいなのを例えば見ると、うん、じゃあどういうポピュレーションはどういうふうに接続がかかった細胞から出てきやすいかとか、そういうことは分かると思います、多分まあざっくりですけども。うんなるほど。おも面白いですねりありますあ。どうもありがとうございます。はい、どうかよろしいでしょうか。だいぶお時間になりましたので、じゃあ、小島先生、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。